はい、いつもの時間に楽しさを争点です。今回もレジェンドステージ進めていきます。レジェンドステージ、海を汚す悪しき者からの汗とアルデヒト。あれ、アセットアルデヒト、あれ、なんか、あー、なるほどね。ちょっとうまいなと思ってしまったあー、なるほどね。アセットアルデヒトの汗と、あー、はーはーはー、なんか、あー、なるほどね。なんかお酒関係のね。なるほどね。まあ、とりあえず編成は、これでいきます。よっしゃ、行こう、はい、ゴー。さあ、何が出るのかな。題名からはちょっとよくわからない。ちょっと、何が出るのかは予想はつかないが。サイ。サイですか、そうですか。でも、サイ以外は出てないね。こいつ、どんだけエグいな。めっちゃ強化してる？おお、強化してんな。強化してんな。2回ですか。2回でもう沈むのはちょっとまあまあな強化じゃないですか。おーっと、サイバー X、 これはまずいかも。いや、こんな攻撃力って絶対ダメだな。ちょっと、いやー、どっちを出す、ボルボンバーかウルルン、どっちを出す。おい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 、いや、待てよ、まだいけるごめんなさい、いける。こいつはね、未強化だったら、あのメタルサイボーグは未強、絶望なんですけど。ひどい、それは。それはないわ、それはないですわ、それはないです。ちょいメタルサイボーグだったらね、まだ未強化だったら、500回ぐらい殴れば倒せるんですよ。ちょっと、ぶっ飛ばしにかけ、倒れてくれた。だからね、まだ、希望がゼロではないなと思ったんですけど、2体はちょっとね、ないよね。2体はない。2体はちょっとないし、やばい、サイバー X がやばい。やば。これは無理だ。ははは、これはひどいわ。ひどっ。メタルはね、ダメだよね。急に来ちゃう。じゃあ編成変えましょう。はい。編成こんな感じしました。まあ、とりあえずメタルが出てくるので、メタル3点セットですね。もうこれ、メタル3点セット。で、ニャンマが、使えるなーって思いましたね。とりあえずニャンマを入れて、まあ、アルマゲドンで攻撃力出せればなーと。あと、まあ、結構詰めてくると思うんで、まあ、とりあえずぶっ飛ばせる何かを入れれば、まあいいかなーって感じですね。いや、こいつ第3形態にしたら波動でクリティカル出すので、めっちゃいいんですけど、まあ、そんなんはできてるわけないと。努力不足ですね。すいません。行こう、はい、ゴー！これで勝てるでしょ。でもまだ白殴ってないんだよね。白殴ってないからちょっと、まだ、微妙っちゃ微妙なんだが、とりあえずメタル要因入れてれば多分勝てると思うんだよね、このステージ。ニャンマがいるからね、こっちは。もうこんなね、もう単体でポコポコ出てくるやつには、ニャンマが最適、最適。てか、安いにニャンマ。再生産も超早いからね。はい、回、ポーン !2 回入っ、ドーン !3 回入っ、ドーン !4 回入っ、はい、ドーン、もう1回でいいんじゃない？おーい、強っ、いや、ヤンマ超強いじゃん。攻撃力まだ上がってないからね、しかも。本能で攻撃力も上げてるから、あ、攻撃力上昇か。攻撃力自体上げてたかな。もう出せるじゃん、ヤンマ。微妙すぎるんですけど。とりあえず、猫ジュラ。で、猫嵐。あー、やばい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 。急ぐんだ。猫嵐と猫ジュラ。お前なら、お、早っ。いいね、今日、あれ？クリティカル出してもまだ生きてんだ、こいつ。めっちゃ強化してんじゃん。うん、殴って倒そうとしてたからね、一番初め。そら無理だね。でも、ニャンマが強すぎ。ニャンマ強すぎ。ニャンマ超強いね。やっぱ、限られたステージだけだけど、やっぱニャンマやっぱロマンがあるよね。攻撃力超高いからね、もう、めっちゃ強いじゃん。白殴ってもそんなに特にこれが出るわけでもない。あ、全然余裕じゃん。ヤンマがいれば全然余裕。あと、クリティカル要因もいればね。よし、クリア！宇宙石ゲット。さあ、次行こう。
次、いにしえの裁判。とりあえず、編成は戻しておこう。あれ？これだね。よし、行こう。はい、ゴー！さあ、何が出るのかな？いにしえ、うわ、ゾン！出ないかな？ほい、早いね。早いね、こいつなんだっけ？ニャンダムのエイリアン版。ニャンダムのエイリアン版、名前忘れたな。名前ちょっと出てこないけど。この距離感でそういえばニャンダム系出してくるのはちょっと極悪非道じゃない？うん、まあでもまだ、いや、なんだっけ、この犬夫人が。なんだっけな、名前は覚えてないけど、こいつは単体なんだよね。攻撃力超高いけどね。あ、でも全然強化されてないね。これだと、これで一発で落ちるんじゃない？いいよし。ハサミーマン。ハサミーマンは安定して強いな。ハサミーマンちょっと強いな。あと、この白距離どうにかしてほしいね。ちょっと困るな。どうする？どうすればいい？ハサミーマンをとりあえず何度かやりたいんだ。はい。で、覚醒モントレー。そらーきついかな。なんか出たな、今。おい。え、この後ろ距離でそんなん出してくる？あ、でも、多分未強化っぽい。壁全出し全然防げてるわ。あーでもね、今ここで白く出しても、こいつにやられる、ニャンダムの、ニャンダムエイリアン版にやられるから、あー、これぐらいでいいね。勝てるかなー、微妙だが、微妙だけど、お金が尽きてるわけじゃないので、あと2強化なので、多分勝てる。これぐらいならおそらく勝てる。ボルボンバーが強い、意外と。ボルボンバー攻撃力どれぐらいあるんだ？え、ボルボンバーだよね。うん、ボルボンバーですね。攻撃力どれぐらいあるのかな？レベル35なんですよね。お、早っ。あ、2体目？やばい。あー、今じゃないね、打つのはどう考えても。どう考えても打つのは今じゃなかった。おい。え、めっちゃ出るじゃん。ちょっと待って。出すぎです。出すぎですよー。あと。あー、早いな。やばい。やばいな、多分、ボルボンバーもきついな、これは。いや、これがね、ニャンダムの嫌なところなんだよね。当たってないね、多分。よし。他のハサミーマン系が出てくれるから、お金に困ることはないんだ。そんなことはないけど。よし、一回撃破。もう、じゃあ、あともう一体も多分、倒せる。倒れて。はい、行ってこい。倒せるか？倒しきれるか？倒しきれ。まだ攻撃はさせないぞ。はっ、うわ、耐えるか。よし、よくやった。素晴らしい。クリアかな？あー、クリアっぽいね。やったぜ。わー、怖。なんかもうガンガンこういうの出るんだね。いや、歯車ゲット。次かな、最後。はい、次のステージは、怪しい自治体。これも同じ編成でクリアできたらいいな。はい、ゴー！さあ、いけるか？白距離はそんなに。おお、待てー！危ない。あ、よかった。さっきのあの白距離でこれやられてたらやばかった。まあ、とりあえず、できればネゴエモンで倒したいんだか。ネゴエモンで倒したいよ。ネゴエモンで倒すんだよ。あー、倒せない。まあ。あ、でも殴っちゃうな、これ。もうちょっとお金貯めたかったなー。いや、もう、いたしかたない。何が出る？おっと、押し返してくれる。逆にありがたい。あー、でもそんなにいらない。おいですよ。ちょっと待って、多い、それは。超特急でお金を稼ぎたいんだが、倒せたけども。お金が欲しい。あ、でも、意外となんとかなるね。確定ムートいけるな。今だ。え、めっちゃ出るじゃん。ツバメンでチョコ出るけれども、そんなに強化されてないから、全然、逆にお金くれる方多いけど、逆にお金くれてる感じだね。そんなに、やばくはない。はい、ワンパンじゃん、強っ。スワメンって意外とお金くれるんだよ。全然なんかもっとどけちかと思ってるけど。
そんなことではない。はい。さあ、もう殴る感じかな。あ、もう多分殴る感じだね。さあ、何が出るのかな。いきなりエグいのは出さないでほしいけど。何が出るんですか。はい。はい。あ、出ないじゃん。出ない。あれ？これで終わり？あ、これで終わり？まさかの。まさかの、これで終わりパターン。あ、終わるじゃん。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。レンガ1個ゲット。あ、なん、なんかよくわかんなかったな。次元ステージだったのかな。まあいいや。まあクリアできたんだったらいいや。おお、なんだなんだ。あ、そうだね。今こういう、こういうやつやってん。あ、そういえばですね。これで思い出したんですけど、これ。こういう記念が第2弾で来てるんですよね。あと、これね、今驚いたのはですね、この超激レア、あと伝説レアか。これ出現率2倍なんですよね。2倍って、10% でしょ。これ、ほら、10% なんですよね。ごく猫祭でも、ん？ごく猫祭、超猫祭、9% だったかな、確か。いや、10% かな。でも、多分9とか10とかだったんですよね。なので、超猫祭、ごく猫祭と同じ、ね、排出率があるんだったら、いや、結構ヒートもありだなと思うんですよね、この、いや、自分は猫がないんであれなんですけど、アイアンウォーズ、だからこういう、なんでしょう、狙い撃ちできるじゃないですか。それが結構、すごいなぁと思いますね。この状態で、10連ガチャで超激レア確定出んのかな。それ来てくれたら、あれだよね、結構、引き時だよね。多分その頃に猫缶はたまらないと思うんですけどね。はい。では、ここまで見てくれてありがとうございます。他の動画も上がってますので、よければぜひそちらもご覧ください。では、ご視聴ありがとうございました。